旅行第41潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の7番艦。1941年の昭和16年度計画により、1942年10月6日、三菱重工業神戸造船所で起航1943年5月5日浸水。1943年11月26日に、竣工し、 二島潜水艦に類別。同日、マイズルチン鎮守布石となり、訓練部隊である第六艦隊第十一潜水船隊に編入された。1944年3月5日、第34潜水隊に編入。同日、両41は、クレを出港し、14日にトラックに到着。17日、トラックを出港し、両42が発見した。 米戦艦部隊の迎撃に向かう。その後、トラック南東沖に移動。23日、ヤルート東方沖に移動。4月18日、トラック南方で発見した米機動部隊の迎撃に向かう。19日、トラックに向かうよう命令を受け、その後到着した。23日、両41は、トラックを出港し、ホーランディア北方沖に進出し紹介。 26日には、メレヨン南方沖に移動し、米機動部隊を捜索する。5月2日、紹介区域を離れ、7日にサイパンに到着。10日、サイパンを出港し、13日にトラックに到着した。24日1300、両41は米12トンを搭載して、トラックを出港し、臭い島に向かった。しかし、この行動は暗号解読により、 事前に米軍に察知されており、22日にマジュロから米駆逐艦イートンが派遣され、その後米護衛駆逐艦グレーナー、サンダースが合流して紹介をしていた。30日午前、両41は草島島港沖に到着し、宇都は港に向かう。日没後、両41は浮上して、島の守備隊と連絡を取った。その後、 ベイク艦と小海艇2隻を発見するが、相手は、両41に気づかなかった。その後、小海機を目撃したため、連絡を中断することとなった。1700、敵艦が去っていったため、両41は、校内に入っていった。その15分後に、先ほどの敵艦を再度発見するが、相手は、両41に気づかなかった。31日、 幾度か飛来する米紹介機の紹介の間を塗って、揚陸作業を行い、暗号が、米軍に解読されている、可能性があることを報告した。6月1日、両41は草島宇トワ港を出港し、ヤルート西方10階に地点に進出して、紹介を行う。6日、両41を捜索するために、米護衛駆逐艦スティーレが草島に到着している。危機を出した。 両41は12日に、ヤルート西方沖で、米衛総船団を超音により探知。13日安保作戦に参加して、マリアナ諸島東方に移動。7月4日、セ戸ト内海に到着して、特設潜水母艦畜島ルに横付けして、補給を受けた後、5日に、佐世保港に寄港した後クレに移動して、整備を受ける。九月十八日、両十一は、クレを出港し、 パラオ東方沖に進出。24日、モロタイ島周辺海域に移動。10月3日0807、両41は、モロタイ島35海里地点付近で、大戦相当中の77.1に任務軍を発見。米護衛空母、ファンショーイとミッドウェイに向け魚雷4本を発射。ファンショーイに向かった魚雷は1本が、ファンショーイの資金を通過し、 ファンショー米から警報が発せられた。ミッドウェイに向かった魚雷2本は回避され、米護衛駆逐艦シェルトンも1本を回避したが、もう1本がウゲンスクリュー上部に命中した。やがて米駆逐艦ラングラが救援に駆けつけ、航行不能となったシェルトンを栄光し始めた。しかし、浸水はますますひどくなり、2145に転覆。 ラングは、北緯02度32分統計129度13分、北緯2.533度統計129.217度、2.533129.217の地点で以前浮いていたシェルトンの船体を砲撃して処分した。同じく護衛のリチャード・ M ・ローエルは超音によって潜水艦がいることを突き止め、シェルトンの側を離れて爆雷攻撃の準備に入った。 ミッドウェイからも、両41を発見して攻撃するための TBF アベンジャーが発信した。間もなく、一機が先行しつつある潜水艦を発見して攻撃した。その海域は、部隊が攻撃を受けた海域とは18回りも離れていた。同地点は、占領でマークされ、リチャード・ M ・ローウェルも報告を受けて、当該海域に急行した。1340。 リチャード・エム・ローウェルはついに潜水艦を発見してヘッジホックで攻撃したが効果はなかった。その時、リチャード・エム・ローウェルは潜水艦からの信号のようなものを発信してきたことを確認し、これに対して音響通信を試みたが既存の認識信号とは異なるものであった。この信号を敵が味方のふりをして送ったいい加減な信号と、 判断したリチャード・ M ・ロウエルのハリー・アラン・バーナード・ジュニア艦長は、再度のヘッジホック攻撃を行って、ついに潜水艦を破壊することに成功した。バーナード艦長は、この潜水艦が、シェルトンに魚雷を命中させた潜水艦だと信じていたが、実は、この潜水艦は、味方のシーウルフだった。シーウルフの音信不通により、サモン委員会が開かれ、リチャード・ M ロウェルが、 同うしうちをやったことを確認した。バーナード艦長は、攻撃精神が旺盛だったという理由で白となった。ものの、リチャード・ M. ロー・ワイル自体は、第77.1に任務群から外されることとなった。10月10日、沖縄南東沖で銃、銃空襲を行う米第38、任務部隊所属の空母三駆逐艦二を、偵察中の彗星が発見したため、両41は、 その迎撃に向かう。14日、クレに到着。18日、オツ潜水部隊に編入。20日、両41は、クレを出港し、レーテ沖海戦に参加するためサマール島東方に進出。27日、サマール島東方沖で複数の駆逐艦の護衛がついた空母一隻を発見。十一日、多合作戦を妨害する、米艦隊の発見と迎撃のため。 サンベルナルジの海峡に移動。11月7日0830、レガスピ東方沖で成功する米機動部隊を超音により探知。12日0240、レガスピ東方沖で成功する米輸送船団を超音により探知。18日、マイズルに到着。その後徳山に移動して燃料補給を受ける。12月24日、両41は徳山を出港し、 フィリピン北東沖に進出。1945年1月4日、ルソン島西方沖に到達。31日、クレに到着。その後クレを出港し、3月7日に、マイズルに寄港し、クレに戻った。10日、両41は輸送物資を搭載して、クレを出港し、トラックに向かう。13日に任務中止命令が出たため反転し、15日に、 クレに到着。輸送物資を下ろした。16日、クレを出港して、再起に移動。18日、再起を出港し、沖縄周辺海域に進出。22日、沖縄東方320海里地点で、駆逐艦を発見したとの報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、22日2342、沖縄南東沖で、 第58任務部隊から12回離,離れたところで、レーダーピケット任務についていた、ベイク地区間ハガードは 23km の距離で船をレーダー探知。ハガードとベイク地区間ウールマンが調査に向かった。その後、レーダーから反応が消えたため、相手が潜水艦だと判断した。その後、ハガードは潜航中の潜水艦をソナー探知し、爆雷攻撃を行った。 日付が変わる、少し前、突然浮上した潜水艦がハガードの左限に体当たりを観光し、艦首がハガードの外反塗料を突き破った。ハガードは取り舵一杯っいを行い、4 0ト、mm、ル基銃で潜水艦の司令塔を銃撃。そのまま潜水艦の右舷司令塔部分に体当たりを観光した。このため、ハガードは艦首が大破した。23日に、 日付が変わった頃、潜水艦は、艦尾から沈没した。ハガードは修理のためウールマンの護衛を受けつつ、現場を離れ、ウルシーに向かった。これが両41の最後の瞬間であり、艦長の本田義久に対隊以下乗員82名、全員戦士。沈没地点は、沖縄南東沖、北緯22度57分、東経132度19分。 北緯22.950度統計132.317度、22.950132.317。4月15日、沖縄方面で防湿と認定され、5月25日に除籍された。撃沈総数は一隻で、撃沈トン数は1350トンである。ありがとうございます。